ステイアットホームしながらこうお届けしていけたらなというふうに思います。おはようございます。ことぶきみなこのマジことぶきということで、今はこちらは朝7時。今から何をするかというと、ツフィアの4人で朗読の収録をしたいと思います。こちらの朗読についてもちょっと後で話しますね。なので、ひとまず収録に向けて準備を進めたいと思います。マジことぶき。実際やろうとしたらちょっと難しいところもあると思います。クレジット入れた方がいいですね。マジことぶき。はい、あきちゃんが言った後に回しました。1ページ目から。4、3、2、1、0。開けてやらない！お母さんじゃないから！お母さんは綺麗ないい声してるけれど、お前はしゃがれっ声のガーガー声だもの。お前は狼だい。開けてはやらない！うちのお母さんは、お前のような真っ黒な足をしていない！お前は、狼だい！食べます。かわいい狼！開けてはやらない！うちのお母さんは、お前のような真っ黒な足をしていない！今、大辞林見てると0番と2番だけどね。NHK はそうなんだ、1番なんだ。楽しい。マジことぶき。5ページ目から5、4、3。母さん、あたい時計の箱に隠れているよ。止めます。これ一緒には無理だから、そうですよね、やって二巡じゃあキャラは同じ、最初のA と一緒、ワクワクしながらやるやつですね。いきます。狼死んだよ、狼死んだよ。7ページ、小ヤギたち。狼死んだよ、狼。やばい、これ二重やばいよ、きつ。もう一回行かせてください。狼死んだよ、狼死んだよ。きます。狼死んだよ、狼死んだよ。マジかたぶき。あと今私も送ってみたんですが。というわけで無事に朗読の収録終了しました。これは声優朗読会というプロジェクトに参加するために収録をさせてもらいました。声優朗読会は私の大好きな声優の結城葵ちゃんが、企画してくれたものです。詳しくは Twitter とかでハッシュタグ声優朗読会で調べていただけると分かりやすいかなというふうに思います。日本で今お家にいることが多いと思うんですけれども、外出たいのにってこうなっているお子さんだったりとか、たくさんの皆様がこの朗読を聞いて、少しでも楽しい時間、過ごしていただけたらなというふうに思います。というわけでこんな感じで、実はラジオだったりとか収録、その他これからもいろんなコンテンツをお届けしていけたらいいなというふうに思っていますので、ステイアットホームしながらこうお届けしていけたらなというふうに思います。引き続き、また動画を楽しみに待っていていただけたら嬉しいです。ということでことぶきみなこのマジことぶき、今回はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。もしも